フォールトトレラント量子計算とは、量子計算を行う個々の素子に発生する雑音があっても、正確な量子計算の結果を得るための方法である。量子計では、環境系との相互作用によって、すぐに量子計としての性質が失われてしまう。例えば、原子の内部状態は周りに存在する、電磁場と相互作用することによって、エネルギーや情報を失ってしまう。 従って実在する物理系を用いて量子ゲートを作るとこのようなデコヒーレンスの効果によって正常には作動せずエラーが生じてしまう。このような量子ゲートにおけるエラーを訂正する方法が以下で述べる量子誤り訂正符号を用いた量子誤り訂正である。また我々の日常生活において量子的性質があまり見られないのは レコヒーレンスによると考えられている。例えば、古典情報処理では例を000、1を111と上調化することによって、古典情報に発生するエラーを訂正することができる。しかし、量子力学には複製不可能定理があるため、古典情報処理で行われている上調化の技術をそのまま応用することはできない。さらに、 量子情報は異なる、量子状態の連続的な重ね合わせ状態を取るため、エラーを識別されるのが困難だと思われていた。しかし、1995年、PW ショアは、複数の量子ビットから構成される空間のうちの小さな部分空間に情報を符号化することによって、このような問題を克服できることを示した。これが世界で最初の量子誤り訂正符号である。 その後、様々な人々によっていろいろな種類の量子、誤り訂正符号が開発されている。上記の量子誤り訂正符号を用いることによって、エラーを訂正して、情報を保護することができるが、量子誤り訂正を行っている、操作の中でエラーを増幅してしまうと、もはや訂正できなくなってしまう。したがって、すべての量子操作において、エラーが発生することを前提として、 それでも依然として、量子誤り訂正が成功するように、量子回路をうまく設計する必要がある。このような手法を、フォールトトレラント量子計算と呼ぶ。これまで、DP ディヴィンチェンツォと PW ショアによるシュレーディンガーの猫状態を用いた方法、AM ステインによるシンドローム抽出法、E ニルによる量子テレポーテーションを用いた方法など様々な、 方法が提案されている。上記のフォールとトレラント理論の最たる成果は、式位定理に集約される。式位定理とは、量子ゲートで発生するエラーの確率がある値よりも、小さければ効率よく任意の精度で、量子計算を実行できるということである。この式位定理の証明には、有限サイズの量子誤り訂正符号を階層化した。 連接量子符号による連接量子計算が用いられる。近年、連接量子計算とは異なった方法であるトポロジカル符号を用いたトポロジカルホールトトレラント量子計算も提案されている。ありがとうございます。